李承院から858年。ただし、少年は813年の節ありは、万頭の官僚政治家で、時代を代表する官陣、官視人。字は、義山、号は玉谷生まただ、西魚と呼ばれる。本願は、老聖軍、敵道剣、懐州河内県の出身だが、定州慶陽県で生まれた。官僚としては不遇だったが、その要縁で、 有意的な史風は高く評価されて、多くの追随者を生み、北宋初期に一大流行を見る、西根体の祖となった。似たようなエミな史風を特徴とする、同時代の恩天院とともに、恩里と呼ばれ、また、土木とともに、勝利森とも称される。李具の長男として生まれる。李行氏の末裔にあたる。その祖は、唐の喪失につながるというが、この頃は没落し、 父の立具は、県令や観察士、節度士、修士士の幕僚を務める地方官僚だった。その父は、李松院が10歳の頃病没している。他に二人の弟と六人の姉妹がいた。当時、東宮帝の官僚は、牛僧寿、李高敏らを領収とする、下居球大社の派閥と、李特有に引き入られる、門閥貴族出身者の派閥に分かれ、清掃に明け暮れていた。 いわゆる牛、李の闘争である。若き李商院は、牛僧侍派の重鎮であった、京元院、三男聖堂節土師の霊吉ネスワエの庇護を受け、八百三十七年、二十六歳に、して、新士家に求大する。しかしながら、同年に霊吉ネスワが没し、翌年には、上級試験にも落大すると、今度は、李特有の派に属する大元校、王茂元の招きに応じて、 その日ごかに入り、娘をめとった。翌839年、王修元の働きかけにより、文人官僚のスタートとして、最も理想的と言われる、秘書省の高所郎に任官されるも、牛宗侍派からは、防音の徒として、激しい素知りを受けることになった。以後も、李松院は、書生のために牛、李良党官を渡り歩いたので、変節官とみなされ、 厳しい批判を受けて、官僚としては、一生不遇で終わることとなる。民間同年、早くも中央にいたたまれず、高能県の城となって地方に出る。以後の経歴は、忠武軍節土師となった、王茂元,元の戸の平初期、秘書省政治、桂浦官房御観察手の平初期、観察方官兼業水部員、植老、京長院流後三軍事総書上奏、武寧軍節度方眼、 大野学博士、東川節度初期、県業工部老中、塩鉄水管など、ほとんどが地方間の連続であり、中央にある時も実職はなかった。端的に言えば干されたのである。また、さらにそれすら全うできずに、たびたび辞職したり、免職の浮き目にあっている。なおこの間、842年に母を亡くし、851年には、妻、王子も失っている。 そして858年、またも失職して郷里へ帰る途中、または帰り着いて間もなく病没した。去年47、李松院の死の面目は炎上死にある。その提携死、特に無題とされるいくつかの、あるいは単に宿から借りただけの代を付けられた李氏は、万当死の傾向である、有意主義を一層追求し、暗示的、象徴的な手法を駆使して、 朦朧とした幻想的かつ感能的な独特の世界を構築している。そのテーマは破局に終わった道ならぬ恋愛の階層であり、甘美な夢のごとき青春の記憶の叙述である。当然、内容は花だ哀愁を帯びるが、天がなくや追く、天庫で飾られ、丹美の域に達している。美しく悲しい極視的な記憶や考えをしによって昇華させる。それが、李性院の詩風であった。 古来、死は、ケタカ騎士を歌うものであった。李松院が死と仰いだ徒歩にもその傾向は顕著である。しかし万刀という時代はそれを許さない。宮廷内にあっては、牛利の闘争による政変が相次いで、朝に最小にあった者が優に免職されて返京に流されるがごとく。しかし実験は、皇帝の配列まで、意のままにした宦官,官たちに握られる始末。宮廷外は、軍。 清涼権を握る、節度氏が国土を分断して、さながら戦国時代の状態であり、大東帝国は実質的に一地方政権に出していた。もはや志を歌ってもどうすることもできない。まして自身の行情ゆえに迫害を受ける身であっては、閉塞した時代にあって、周囲の迫眼詩を受けながら、伝統的な詩のあり方に背を向け、ひたすら個人的な美の感性を追求した。 李松院の姿勢は、ある意味甲骨であり、芸術家としての骨の太さを伺わせるものである。一般的に恋愛詩は友情を描いた詩よりも、軽視されることが多い時代に、李松院は多くの優れた作品を残した。李女に向けて描かれたとされる詩、妻に向けて描かれたとされる詩などがあり、李松院の恋愛詩は誰か一人のために、描かれたのではない、というのが通説である。他に、随遇、 バカなど、歴史を題材とした、英史詩や、英字詩にも定評がある。また、長安東南の高台で歌った五言絶句、楽友、腹は、李松院の代表作に数えられる。もう一つ、李松院の詩の技巧的な特徴として、平気点の多様が挙げられる。限られた字数で表現する漢詩は、誰もが知っているエピソードなどに登場する印象的な言葉を使うことで、 元のエピソードの内容を鑑賞者に連想させ、詩の内容を膨らませるという技巧を往々にして使用するが、これを天庫という。ゆえに、天庫は知識人階級なら誰でも知っているエピソードに由来するものでなくてはならない。例えば書、継書創始、式、感情、三国詩などである。が、李承院はそれらのみならず、廃止や小説など、 むしろ知識人階級が手を触れるべきでないとされた雑書の類からも天候を引いた。このことが死に深みを与えると同時に、その難解さの一因にもなっている。ちなみに、李承院のあだ名、脱災魚は李承院が試作する際に参考にするため、数々の書物を机の上に並べておいたのが、カワウソが捕らえた魚を並べるという修正に似ていることから付けられたものであるという。 李性院の死は、その官僚としての待遇にかかわらず、生前からすでに高い評価を得ていた。裁判年の白虚威はその死を、国愛し、もし死んでも、君の子に生まれ変わることができれば満足だと言ったと、言うが、真偽のほどはわからない。同じ番頭の詩人、恩天院や、倒滅亡期の官、が、その影響を色濃く受けていたことは、間違いない。五代に入っても、例えばと職の意による、 アンソロジー、最長集などを見れば、その収録数の多さから、李松院の文学が愛され続けたことがわかる。しかし、李松院の詩風が大きな流行を見るのは、北宋初期、三大皇帝新州の時期以降である。洋国、千尾文見縁、竜羅朝廷の文官が中心となり、昭和しあった詩を集めて編んだ、西根無喰昇集が、いわゆる西根体流行の端緒となる。 この西今体こそが、李承院に反を求めたもので、調卓を凝らした習字と暗示的、象徴的な手法を特徴とする、外見上はいかにも李承院風なものであった。しかしそれは単に李承院の稚拙な模倣に過ぎず、北宋中期に入ると、王陽を治むや梅隆たか死だの鋭い批判を受けて、排斥されることになる。むしろその直後、 王安石によって、李昌印の正当な評価が下される。すなわちその詩には、李昌印が支持した徒歩と、同レベルの深い人間の察が含まれ、華麗な表現の裏に、その誠実な人格が伺えることが指摘されたのである。以後の李昌印表は、王安石の説に従い、今日に至っている。中国文学者で、作家、高橋和美は、李昌印と、未完の表伝。 詩人の運命を残している。40歳に満たない生涯で、修正、研究探求し続けた、東大詩人であった。後、前週第16巻中国文学編2に収録。近年の役中は、河合安蔵役、理性院主戦研究に、千密へ、理性院研究、過去李一郎、理性院主文論に予断だが古典から離れて、人間性を強く歌った、明治の俳人歌人。 正岡オカが脱災症億主人とこうした、李承院公園慶容資産業種、厚むく常の李承院姿勢によれば、南宋の今後の、逸話はその後に、白、虚衣の死後に、李承院に子が生まれ、それにちなんで、白老いと名付けたが、極めて愚鈍であり、白、虚衣の行進というのは、恥ずかしくないかと、恩定員がからかった、という、ありがとうございます。